はい、ゴリラです。ってことで今回もね、今日は2020年6月6日ってことでね、何の日かというと駿河屋梅田ロフト店のオープン記念ね、ってことで行ってまいりました。駿河屋それの開封動画やね。今回はこれ、スーパーファミコン本体ソフトセット10本セット、これを開封していきたいと思います。何入ってるかな。これな、ファミコンとは打って変わってこんな感じで結構ね、載せてる写真は合成な写真で、ただファミコンがなあんなんやったからちょっと楽しみになってきたね。これもソフト10本セットプラス2で入ってたかな。ファミコンは12本、もう2本プラス入ってるだけで、まあそうか、でも値段で言ったらそんなに高い系はなかったな。でももう本体入ってるからな、まあ安いな、安いわ全然。まずは、はい、AC アダプターね、 AC アダプター電源、まあこれがないと始まらんわ。でスーパーファミコン、綺麗に梱包されてます。これはまあ若干汚れてるかな、見えるかな、ちょっと汚れてる。これはちょっととりあえず今必要ないんでこのままにしときます。でスーパーファミコンのコントローラー、これもまあ懐かしいな、結構重たい、しっかりしてるわ。うん、ボタンの感度は、感度というか押し応えはいい感じやな。 L がちょっとわからん、 L がもしかしたらへしゃってるかもしれん。おお、ちゃんと2コントローラー入ってるんやな、良心的。え、こっちはいくら、こっちは4000何本か。なるほど、なんでケーブル、これってさ、これやったら液晶無理なんじゃないの、いけんの。さあ行くぜ、ソフトは何が入ってるかな、いくで、うわっしょい。ん、なんかシール汚ねえな、もう綺麗な入れとけよ、もうちょっとお前ファイナルファンタジー6なんかよ、こんなその値段せえへんのに言うて。ってことでファイナルファンタジー6です。まあまあこれもめっちゃやったわ、やった、これはやった、発売日からやってたな、ファイナルファンタジー6。はい、次はもういあー持ってたかな、もしかしたら持ってなかったかも。400円って書いてある、400円も1000円だな、これ多分あの全体のなんていうの、相場で言うと多分そんなにしないとは思うよって感じね、俺が言ってるのは。相場、相場って何、分からんけど、もっと安くは買えるよ、手に入れることが簡単にできるよっていうことね。アロマサガ3も箱付きで持ってます、アロマサガ3。まあまあこれも安いけど、まあ面白いよね。まあでも RPG2 つかぶるというか2つね、まあ、スーパーファミコン RPG 世代からな、世代というか全盛期、いやでも全盛期でもないか、 RPG でも流行ったからな、スーパーファミコンの時代は。これやったことない人はね、ぜひやってみてほしいと思います。これ面白いよ、レベルの概念がないんよね、レベルアップ RPG のくせに、戦えば戦うほど強くなるっていう。うわ出た、 B ボールや、 B ボール、カービーボール、これ面白い、ゴルフゲームよね、ゴルフゲームの違った形って感じ、ボールしかおらん、そうパッドなんておらんねん、ボール、カービィがボールになってカービィを虐待するゲームやね、カービィを虐待して穴に閉じ込めるゲーム、次々といろんな穴に閉じ込めましょうっていうゲームです。はい、次ヨッシーアイランドか、俺これやったことないねんな、でもこれ多分スイッチのオンラインアレに入ってたよな、
でそれで言ったらさ、カービーボールも入ってたはずなんやな。え、入ってないっけ、わからん、覚えてない。ヨッシーアイランド、これはなんか面白いらしい、アクションゲームだね。だここでアクション2のカービーボールはなんなんやろな、パズルゲームかな多分。出た、これ持ってる、これも安いで言うて、ファイナルファイト2、1の方が好きやな。2もまあやったよ、幼な、まあこういうベルトスクロールアクションゲームつって横に歩いていって、なんやろ、とりあえず道行く人次から次へと芝居ていくゲーム。そう、次、はい、またロールプレイング。まあこれもめっちゃやったわね、昔ね、これ先輩にね、俺がカタブーっていう、まあめっちゃなんやろな、すごい確率、仲間になる確率の低いキャラクターがおんねんけど、ランプの魔王、そいつが仲間になったって言ったら絶対お前は嘘をついてるっつって、なんかむっちゃ怒られたっていう話があります。ガチギレしてた、なんなら、うん、すごくない。でもな、その先輩な、多分な、何年後しかでずっと仲間にしようとしとってんの、多分ね、なんか 2年ぐらいやってたんちゃうかな。はい、あースーパー舞踏展1か、まあまあ多分これ持ってるわ、1しかも1か、うん、3が一番面白いねんけどな、スーパー舞踏展、確か俺の記憶が間違いじゃなければ。で次いくよ、ほい、あー来た、神ゲー、スーパーストリートファイター2、スーパーね、これ持ってるわ、箱付きで。スーパースリートファイターです。スト2が好きでね。まあ、これもこれもやけど、格闘ゲーム。横の格闘ゲーム。3D じゃない。まあ、スーファミやから 3D ちゃうか。横でこう、波動拳みたいな。知ってる？まあ、大体の人知ってるやろ、多分。知らんでも、猫ひろしが昇竜拳とか撮ったしな。あれの元ネタです。ストリートファイターは。わお、また RPG? 多くない RPG? スーパーメイリオ RPG ね。これマリオが、こんな感じのテイストになって。これ確かね、スクエアと共同よね。スクエアが作ったんじゃなかったっけかな。キャラクターは任天堂なんやけど、開発はスクエアやったと思います。これも面白いゲームでかなり人気は、あるよね。あ、これでも持ってないかも、今。もともとは持っててんけど。発売日に買ってんねんけど。ああ、いいな。やろっかな、これ。やりたい。あ、やろっかな、これ。これやろっか。配信かなんかで。よし。なははせ、めっちゃやった。死ぬほどやったわ、聖剣2。懐かしい。なんでこれもこれ、同じ人やろ、これ、持ってた人。これとこれ。ここのシールの感じが全く一緒。ほら。な、同じ人やでな、これ。これも、まあ、RPG やけど、アクション RPG っていう部類やね。その辺テケテケ歩いていって、なんやろ、ボタンで殴って、って感じの。そう、ボタンで殴って、戦っていく RPG。そう、アクション RPG。 私この時に初めてリングコマンドっていうね、メニュー画面がこうリングになってる、テリテリテリテ、ダイヤルみたいな、わかる、こういう丸いリングになってるっていう、まあ、かなりどうでもいいシステムがなんか売り文句として採用されてました。はい、次、ボン、あー、トルネコね、しかも1か、ワンって俺やったことないんちゃうかな。トルネコの大冒険、これぞ元祖かな、多分。風雷の試練とかさ、不思議のダンジョンって言われてる類のさ、ダンジョンに入るたんびに中のダンジョンが変わる、だから何回でも楽しめるよみたいな、まあコンセプトのゲームがトルネコの大冒険
そんな名前やっけ、このゲームって。不思議なダンジョンってついてなかったんやったかな。まあ、ついてなかったみたいです。これが、そう。多分、そのシリーズ。まあ、ポケモンとかでも出てるやんか。ポケモンの不思議なダンジョンって。あれの、もう初代、元祖がこれ。トルネコの大冒険。そう。まあ、キャラクターはね、あのポケモンみたいに可愛くなくて、デブの、なんか、商人のおっさんがね、なんか、どんどん行くっていう。なんでこんなキャラクターが主人公やねんって。まあ、一見多分思われがちな。うん。ほんまにそうよ。まん丸したデブのおっさんが、どんどんダンジョンを進んでいくって言って。あんだけ潜ったら、多少痩せそうなもんやけどな。まあ、体質的なもんなんやろな、きっと、あのデブは。わお、もう、かれこれ言うてる間に、ラスト1本となりましたよ。今んとこでもさ、スーファミ、なんか、あ、黒のトリガーか。また RPG やな。どんだけ、もう冒険さしたってしゃあないな。これもでもめっちゃ面白い。これはもうすごいよね。何やった堀井裕二とさ、なんかわからんけど、あの、絵が鳥山明で、ほんで、ドラクエの人とファイナルファンタジーの人が、まあ、今でこそさ、スクウェア・エニックスって多分言う会社なんやけど、もともとスクウェアソフトって書いてるでしょ。で、これ多分若い子とか知らんと思うんやけど、これエニックスって書いてて、こうやってエニックスって書いてて、別の会社なんやね。で、合併して今なんやけど、まあ、その時は要はバチバチやったわけよ、スクウェアとエニックスっていうのは。バチバチって喧嘩してるとかじゃなくてね、こうライバル関係にあるような。ファイナルファンタジーはスクエア、ドラゴンクエストはエニックスみたいな。その要は 2社がタッグを組んで開発されたみたいな感じので、絵はさらに鳥山明だって。鳥山明だっつったらこの時代はもう天下の天下やからね。もうみんな知ってるみたいな。今でさえいろんなアニメ漫画があるけども、まあ、この時もいろいろあったけど、まあ、人気はダントツにあったから、鳥山明っていうのは。っていうので、まあ、出たのが黒のトリガー。マルチエンディングでかなり面白いゲームやったかと思い、難易度は低いです。はい。ってな感じで、スーファミ、どう？じゃん。二人プレイできるソフト一個しかなくない？あ、一個、二個か。あ、これもできるわ。そうそう、これ2人プレイできるよ。アクション RPG の制限伝説2やけど、これ2人プレイできんねん。で言うと、ああ、まあ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 あるか。こう見るとさ、殴るやつやん、殴るやつ、ファイナルファイト2な。で、殴るやつ、スーパーストリートファイター2。で、殴るやつやん。ドラゴンボールな、スーパー武闘伝。で、制限2で殴るやつやん。なんかパズルとか、それこそサッカーとか入れとってもよかったんけどな、これやったら。と思わん？俺は、思うけどな。だから割とスポーツゲームとハズレみたいなイメージある。だからパワープロとかさ、二人でやることも想定に入れてんのセットやねんから、値段とかよりさ、ぷよぷよとかさ、ぷよぷよも安いから普通のスーパーぷよぷよとかやったらさ、ファミコンがちょっと良かっただけに、そのファミコンはちょっと残念かな。です。で最後に俺が個人的にあのショップの中でそのセットじゃなくて買ったやつを紹介します。はい、ってことでまず一つダン、ワンピース海賊無双、これやりたくてんけど、なんか当時忙しすぎて多分買わんかったんかな。うん、まあそんな評判は良くないんけどな、海賊無双1はテンポが悪いって評判は良くなかったんやけど、まあ、ワンピース好きなんで100円なんでね、買いました。まあ、やるかちょっと賞味わかんないですけど、やるつもりでは買ってんねえで、もちろんけど、ちょっとまだわかんない、今すぐにはやらないです。で、これ仮面ライダーバトライトウォープレミアムサウンドエディションで、まあプレミアサウンドはついてないんやろうけども、ついてないんやけど仮面ライダー全然知らへんけど、まあまあ、これゲームが面白そうやったっけ。ゲーム内容全然見えへんなと記憶してるんですよね。このゲーム自体がなんか面白そうやったなみたいな、だから買いました。であとは
シーマン2、これね、まあとある配信者さんのところでシーマンやってた見て、あーシーマンやりたーって昔からやりたかって、ドリキャス版は持っててんけど、やその持ってたけどやったことないっていう、まあこれね、分かる人にまあ分かるんやけど、多分そうやれてないソフトの一つで、まあ何シーマンって海のマンやんか、要は何かっていうとこういう感じ、こう右上におっさんみたいな顔のや鳥みたいなおるやんか、この中の生物が大体この顔のおっさんなんよね。でこれを音声認識で育てるっていうゲームなんよ、シーマンって。だから、おいシーマン、シーマンこっち向いてとか言ったら、なんだい、なんだい、とか言ってな、こう答えてくれるっていうゲーム。ただ当時はマイクの反応が悪いだのなんだので、ちょっと評判が、いや結局やりたいことができひんっていうのでね、ちょっと評価が悪かったような気はします。ちょっと記憶で喋ってるんで、間違ってたらごめんなさいね。はい。で、これなんで買ったかな。ガンダムシードディス、これさ、これ、今思ったけど、あ、はい。まあ、わからんや。いや。もう、昔買った福袋の中に入ってたような気も今してきましたが、でもどうやらこんなタイトルやったかな、なんか2プラスっていうタイトルではなかった気がするんだな。2プラス、2プラスって何、機動戦士シードディスティニー連合 VS ザフト2プラスってやつ、これやったことあるんかないんかちょっと分からへんんで、なんかやりたいなと思って買いました。プレス2ないんですけどね。でこれがまあワゴン系のやつね、ワゴン系100円ワゴンのやつで、どれからいこうかな。これ、これ安かったから買いました。多分持ってなかったと思います。カスタムロボかな。V2。そう、V2 だけちょっと高かったりすんねんけど、まあ、500円やったら、まあ500円でも買えることあんねんけど、ネットとかでね。でもまあ500円やったら、確か持ってなかったと思うんで、買いました。綺麗やしね、めっちゃ。めっちゃ綺麗やからもう、いや。あんまり箱付きで買わないんですよね、俺。で、前から欲しかった、確かかって、もうここら辺覚えてないんよ。もうここからディスクになんねんけど。はい。魔女っ子大作戦。これマジで欲しかったさ。だいたい2000円ぐらいするのが多かったんけど、これ確か1200円やったかな。って売ってたんで。あの魔女っ子たちが帰ってきた。これさ、シミュレーションやね、マス動かしていく。だからあんまり好きなジャンルではないんやけど、なんかこういうさ、全員揃ってる的なやつって、うわーってならへん。俺だけ？そう。で、まあやったことないし、すげえ気になるって。まあ基本プレステとかジャケ買いが多いんやんか、俺。そう。で、これ、ついに買いましたっていう。魔女っ子大作戦。で、あとはね、多分これは持ってなかったはず。ザ・剣道。これめっちゃおもろそうやねん。ほら。わかるかな、この。戦いのやつ。これ、戦いゲーム好きやからさ、俺。買いました。ザ・剣道。400円。もう安いか高いかはもうわからん。わからんけど、買った。で、これな、もしかしたら買ったかもしれんねんけど、ちょっと、わからんから買いました。わからんからっていうのもおかしな話やけど。まあ、そんな状態も悪くなっし。デスマスク。こういう、なんかアドベンチャーっていうのかな。のゲームと思われます。まあ、内容知らないんで。知らないから買ってるんで、なんなら。そう。知らないやつ買っちゃうんですよ。これでもな、買ったかもしれんのよ、ネットで。なんか気になってた時があって、デスマスク。なんだこれみたいな。めっちゃ妖芸感するやんみたいな。まあ持ってたら持ってて別にいいんですけどね。うわこれヒビ入ってる。でこれもね、もしかしたら持ってるんやけど、ちょっとなんか、うん、覚えてないなーって。値段も高いんか安いんかよく分からへんけど、ロッククライミング、なんて読むの、ミフンポ、ミフンポって読む、漢字読み方間違ってたらごめんなさい。ミフンポかな。どっかに振り金打ってないんかな。絵の挑戦、アルプス編つって。何々編っていうのがいろいろあるのかな。これアペンドじゃないよな。わからへんけど。よくわからんけど買いました。ロッククライミングをするゲームっぽくて。なんか買ったような気もすんねんけどな。ちょっとわからんけど買いました。
です。400円。で、こんだけ。自分で買ったまま。まあ、家から一番近い駿河屋なんで、また別に行こうと思ったら全然すぐ行ける距離なんで、ね、とりあえずは、まあ、密の関係もあるんで、まあ、そんな密密しいって感じの人はおらんかったけどね。はい。ってことで今回こんな感じでお買い物してかきまったんか。はい、ってことで皆さんご視聴ありがとうございました。いやいや、バイバーイ。よいしょ。